こんにちは、速稼塾の久保です。若者の車離れって言いますけども、あれ本当ですかね？なんか言葉だけ聞くと、最近の若いやつは車乗らないよねっていうのはなんか納得できるような気がするんですが、確かに運転免許の取得する数ってどんどん減ってるんですよね。要するに18から22、3歳ぐらいまでですか、このあたりが運転免許を取るのはベストなタイミングだと思うんですけども、確かに数はね、ずーっと減ってるんですよ。でもちょっと待てよと。少子高齢化の時代によって、私の生まれてきた頃と今生まれてる人の新生児のその数っていうのはね、大体3分の1ぐらいになってると思うんですよ。多分2021年は70万人を下回るんじゃないかなと思われてますけども、確か私の時で250万人生まれてるんですよね。となると人数そのものが減ってるんで、若者の車離れというよりも、まああんまり変わってないけども、絶対数が減ってるから、人口が減ってるからそうなるのかなとも思えるんですよ。で、今回ね、ある車の記事で結構それをシンプルに捉えた、そして分かりやすく書いたものがあったんで、ちょっと一緒に読んでみようかなと思いますんで、よろしかったらね、画面をこちらに切り替えてみてください。さあ、若者の車離れは真っ赤な嘘、8割以上の人が欲しい車があるという結果になったということで、まあデータが取られてますよね。確かに若者向けの車って今でも結構出てるんですよね。そしてなんかミニバンが圧倒的に今売れてるみたいなんですが、どちらかというとね、40代50代の私も含めた世代がものすごく好きなセダンっていうのがだんだんなりを潜めてきてるのかなって気がするんですよ。ちょっと下行ってみましょうか。最新のテクノロジーを駆使した進化した車、ほんとね、私たちの時代では考えられなかった機能がいっぱいついてますけどもね。逆に旧車と言われる車の中に、私が二十歳の頃憧れた1970年代の車、80年代の車が結構中古車市場にね、出てきたっていうか、買いやすくなってるんですよね。クラウンとかベンツとか100万円以下で買えるのがゴロゴロあるんですよ。ちょっとね、私の二十歳の頃には信じられなかったですけどね。はい、ちょっと進めてみましょうか。新型車も続々と出ていますが、最近欲しいと思った車はありますかというふうにアンケートを取ってみると、8割があるって答えてますよね。まあ投票数が300そこそこなんで、やっぱりサンプルとしては2000票ぐらいですか、欲しいなと思いますけども、まあ一つのデータなんでそれを見ていきましょう。で、欲しい車があるというふうに答えている方、マツダのロードスターですね。これいいじゃないですか、これ。ああ、いいですね。ツーシーターでね。ホイールも、こう、結構ね、かっこいいですね。で、日産の車とかね、GTR とか出てますね。で、国産の軽スポーツカーってのも今あるみたいで、アルトワークスなんてのもデザインが変わって結構スポーティーになりました。ホンダ S660 かな？でも4人乗りの小型タイプの R の投入を狙うと、願うと。N1 タイプ R1 やフィットタイプ R などだったら欲しいというふうに出てますね。何なんですかね、もうピンポンピンポン。やめてくださいよ。これね、もう本当に桁回しくなってますね。まあでもこれによって危険を察知して命が救われることもあるんでしょうね。はい。で、三菱エクリプスクロスがドンピシャで欲しい車だったというふうに、ほぼ購入確定と出てるところもあります。スカイラインの400。これは高そうですね。スープラ。スープラもね、憧れてたんですけども、今デザインがだいぶ変わりました。スープラね、トランザムにものすごく似てる、1980年のタイプが私好きですけどね。欲しい車がないって方もいらっしゃるんだ。まあ、特に、ここを読んだ方がいいよっていうのは、この記事にはね、強くは見つからなかったんですけども、まあ若者の車離れ、ちょっとここ読んでみましょうか。調査を終えて、調査の結果、欲しいと思った車がある人の割合は、回答者の8割以上という結果になりました。昔は良かった、魅力的な車がなくなったという意見が聞こえる中でも、車好きにとって欲しいと思う車は出ているようです。いや、出てますよ。新車、やっぱりね、新車かっこいいんですよ。モータのツイッターフォロワーの皆様からいただいた意見では、マツダ3が欲しい、購入したという意見が一番多かったと。デザインの良さや質感の高さが人気のようですと。
また、マツダロードスターやアウディ、ルノーの個性的でスポーティーな車も欲しいという意見があります。復活したスープラや新型のスカイラインも魅力的ですよね、ということですね。いいんじゃないですか、なかなか。はい。私が、まあ、感じたのは、若者の車離れっていうのは、特にそんなに激しく起きてるわけではないけども、ただ免許を取る絶対数は減ってますんでね。それに応じて、新車が、売れていく数も減っていくだろうなってことなんですよ。まあ今ね、結構中年世代をお過ごしの方は、ドライバー歴とかね、車の所有歴が20年とか30年に及ぶことと思いますので、暮らす上で、生きてる上で車は前提になってくると思うんですよ。それに対してかけれるコストとか維持費の関係で落ち着いていくってことにもなりますけども、お金とか時間とかのね、制約がなければ、きっと、これが欲しい、あれが欲しいっていうのは、まあ、全世代共通して出てくるんじゃないかなと思いますけどね。やっぱ車はね、何かといいですよ。移動手段としてもいいんですけども、一つのね、デザインとしてね、創造物として手元に置いておきたいなってところもありますし、それからね、車ってのは基本的に一人で乗ることが多いですよね。だからプライベート空間を公の中に持っていける唯一の方法だとも言えるんですよ。で、車で渋滞とかするじゃないですか。で、そこにはね、ドライバーさんの、世界ができてるんですよ。でも、一人一人は個別で、完全にプライベート空間を守られていて、みたいな感じですかね。車の中ではね、本当に、寝ることもできるし、歌うこともできるし、食べることもできるし、雨風でしのげるし、で、しかも移動するわけでしょ。なんか、スマホか、スマホ以上のエンターテインメントだと思うんですよね、車ってのは。また、所有してるだけでなんかね、満たされる部分もありますよね。ということで、今回はね、若者の車離れ本当かということでお話してみましたけども、まあ私は車離れしてないというふうに、今でも思ってるんですけどね。いや、若い人が、少しでもいい車に乗りたいっていう気持ちは、私はわかるなと思いますね。もちろん、車いらないっていう方とか、コストパフォーマンスが悪いっていう考え方も当然ありますんで、車は基本的にコスパが悪いですからね。いろいろと乗りもしないときに費用のほとんどがかかってるということがあります。だいたい車を所有してる人でも乗ってるパーセンテージって 5% ぐらいですよね。だいたいもう駐車場に置いてあるっていうのが車視点だと多いんじゃないかなと。まあ乗る時間もね、1日に1時間乗れば結構乗ってる方ですからね。はい、そんなとこです。